はい、こんにちは。アルブの木工教室の辻です。ですね、今日は、僕らの事務所をちょっと見ていただこうと思って、こういう形で動画を撮ってます。いつもは、教室の、紹介が多いんですけれども、教室の裏側ということで、ご覧いただきたいなと思ってます。ですね、去年の暮れから今年の、初めにかけて年末年始で、大砲木材、この建物ですね、すごい古い建物なんですけど、そこを僕ら大掃除しまして、一室、ちょっと狭いスペースなんですけれども、空きまして、で、そこをなんかこう動画の撮影スペースとか、事務所をですね、パソコン作業を行う部屋にもう変えてしまいたいなということで、もう勝手にもういいんじゃないのという形でもうやっちゃってるような状態です。この会社がすごい自由な会社でやりたいことをやらせてくれるんで、僕らの中でそういう発信ができていったらいいなと思ってます。教室以外で、いろんな動画のレクチャーだったり、リノベーションの仕方とかにもいろんなやりたいことがたくさんあるんですけれども、今日は、こういう、シリーズ化して、何でしょう、部屋をどう作っていくかっていうのを、ちょっと僕らも楽しみながら、皆さんにも楽しんでもらいながら説明していけたらいいなと思ってます。で、じゃあ今日これから、この部屋、もう今空っぽの状態なんですけれども、それを、今この部屋がどう変わっていくかっていう、ビフォーですね、それをちょっと皆さんに見ていただこうと思って、これからちょっと、撮っていきますので、ちょっとご覧ください。はい、こちらが2階の階段から3階の階段を今上がってきた状態ですね。ご覧ください。これが大砲木材の3階倉庫、いろんな木材が眠っている場所です。こういう中から、僕らは生徒さんにお出しする木材などを選んで、製材をしていくというような形になります。なかなか見ることがない機械ですね。すごいボロボロの建物です。3階と言いますかね、この屋根がですね、去年の台風で、吹き飛びまして、これを修理した形になって、で、今回のそのいろいろ大掃除も、この屋根が吹き飛んで、じゃあもうポジティブにいろいろ変えていこうということで動いているという形になります。じゃあ早速部屋を見てみましょう。こちらのドアを開けますと、はい、ドドン。すごい狭い、すごい部屋自体がすごい狭いんですけど、こういう形 で、ですね、壁はすごい、なんと言うんでしょう、綺麗な、これタモンですかね、タモンの付き板が貼ってあるような形になります。で、こっち窓、3階からの風景ご覧いただきましょう。こういう形で駐車場があって、いろんな木材が外に置かれているんですけども、コンテナもちょっといじりたいなと思ってます。さあさあ、それであとはこう天井ですね。これ、台風で屋根が吹き飛んだ時に雨漏りして、でこういう形で、ここが濡れてしまったと、こういうところもちょっと直していきたいなと思ってます。はい、今こういう形でガラン状の状態ですね。はい、ソファーで、すごい遅くなるときは、僕らは寝泊まりするような形で、置かれてます。本当に今、ソファーの作業スペース、これぐらいしか何もないというような状態です。これを今度、いろいろ、部屋をいじって、素敵な、部屋にちょっとしていこうと思うので、もしよろしければ、これからも、動画の方でご覧ください。はい、以上、ちょっと部屋の説明でした。はい、ということでですね、非常に短い動画だったんですけれども、ここを、どう変えていくかっていうのも僕らもすごい楽しみな、形になってます。もしよろしければ、チャンネル登録の方していただいて、リノベーションの、方法ですね、その家具の作り方っていうのを、今後もお伝えしていきますんで、どうぞ皆さんお楽しみに、お待ちください。はい、それでは今日はありがとうございました。バイバイ。